上原館は、中世に、文語国府内の上の丘陵にあった大友氏の館。大分市県特徴付近にあった館とは別の館で、ある。別名、西山城。二千十四年十月六日に一部が、史跡大友市遺跡に追加指定されている。中世に、文国語国守護となった大友氏の大友氏安氏は、現在の大分市市街地の南東側で、大分川の川口から、 上野丘陵にかけての地域に館を構え、この館を中心とする大友市の城下町は、府内と呼ばれた。上原館は、上野丘陵の北部にあった館で、鎌倉時代後期に大友市安氏や寿司によって築かれたとする説のほか、建築年代については、諸説がある。館跡は、東西百三十メートル、南北五十六メートルで、現在は、土塁や堀の跡が残っており、 王子は高さ約2メートル、幅約8メートルの土塁を四方に巡らせ、その外側には一部に堀を設けていたと考えられている。上原館は1597年に福原忠高が船以上を築いた際に廃されたとされる。かつては大友市の中心的巨館と推定されており、1550年に大友市第20代の大友義明が、 着難の大友義茂を拝着しようとし、義茂派の家臣に殺害された二階崩れの兵も、この親方で起きたとされてきた。しかし、近年の大友氏関連の遺跡の発掘調査成果に伴い、上原勘北川の平地に大規模な館が存在していたことが明らかになるにつれ、その位置づけなどについて再検討が必要となっている。大分市教育委員会では、 上原官は当主の生活の場で、県徳町の館では、政務が行われていたとの見方を示している。現在、敷地は住宅地や天馬社となっており、南側の天馬社の境内では、土塁跡の一部が整備されて石碑及び説明板が建てられている。ありがとうございます。